いやー、昨日からあれだな、もう、投げすぎて投げすぎて、肩壊れるな、俺、ほんとも、もう高田朗希となろうからね、もう明日から、もう今日から。今日から。もう山口当然来週抑えたんだろうな、朗希。スペシャルウィークだから。山口さん早いですからね、抑えるのが。先生、朗希抑えました。朗希抑えました。早いよ、お前。来週、どうですか、スペシャルウィーク。出がたりかなったりだよ。すごいことなんだよ、ね、大変なピッチャーだよ、これいないよ、こんだけすごいの。俺も歴代代々の野球見てきたけどね、いや確かに金田正一も早かったよ、はい、東映の尾崎な、街道尾崎も早かったけど、はい、いやこれほど164キロ出してさ、先生が流れる完全試合、すごいマッキー以来だからね。マッキーだったってあのマッキーじゃないからね、あのなんかリアルヒットあのマッキー以来じゃないから巨人のマッキーだからね、牧原さん以来ということですか。94年以来だろ。そうなんだ、20歳、素晴らしいね。28年ぶり。キャッチャーがまた松川っていうのがさ、まだ18歳なんだよ。18歳、ついこの間高校行ってたからね。高校それがもうリードしてパンパンってさ、球配球してさ、そういう2人で抑えちゃったんだよ。わかる、ね、だって野球ってわかる、はい、一回いくつまでアウトになったらその回終わるの。はい、ストライク3つになったら、ストライク3つじゃ終わんないから、ワンアウト。え1回、はい、1回は何アウトで終わりなの。はい、1回は1回早くしないといっぱいあるから、1回、うん、3人、そう3人3アウト、はい、3アウト、3アウトだろ、はい、だ3人アウトだろ、はい、3アウト。それが9回までやると野球って、9回、はい、ということは何人バッター相手するの。武田ぐらい分かんだろうな、お前。頼むぞ、お前。3×9 だよ。3区27人。そうだ。はい。27人のバッター相手にだね。はい。19個取ったの。みんな19個三振だよ。分かる、言ってる意味。これでほとんど3球勝負だからね。カーって。それであの細いキャーって芯がぶれないから、まっすぐに。それでこう細い体でビューッとしなって投げるんだよ。しなって。すごい。190センチ。すごいよ。だってお前中学は新沼謙治の後輩だよ、お前。出た。いかにすごいか。もうペコパが好きなんだからね、実は。岩手県。もう何にも知らないだろ、お前。ペコパが好きなんだよ。ペコパが大好きで。大好き。だって去年なんかお前で、あの、岩手県大船渡市。南ちゃん、なんだっけ、なんとか南、女優の、はい、かわいい子。あの子からバレンタインのチョコレート似顔絵が似てないのもらったんだから。はい。知らないだろ。似てない。浜辺南ちゃん。好きよ、お前。浜辺南ちゃん。似てない似顔絵もらったんだよ。じゃなくてそこで笑うことだろ、お前。浜辺美奈ちゃんからイラストをね、チョコレートの子、もういいや、もうさあ音がありますんで、さあどうぞ。ピッチャーの佐々木朗希、バッターは代打の杉本に、第3球を投げた、空振り三振、完全試合達成、佐々木朗希。2022年4月10日日曜日、 ZOZO マリンスタジアム、日本球界16人目のパーフェクト男、完全試合達成であります。しかも19奪三振、これも日本プロ野球タイ記録になりました。ほら興奮しただろ、やった、完全試合達成。何がすごいって、この山田徹さんがすごいと思うんだよ。全然オンエアの予定ないんだよ、あの人。勝手にさ、千葉ゾゾに行って、一人でわーだーって、ロケないだー、絡まれーって一人で騒いで、一人で録音して今音もらったんだから。だから全く日本放送オンエアの予定がないんだから、その山田徹さんがすごいと思わない？すごい。一人で機材持って一人で行って、もう一人でわーって、空振り三振、空振り三振って周りから、このおじさん何なんだ。このおじさん大丈夫かなって思われるんだから。独自で ?70 歳だよ、お前。俺と3つしか違わないんだよ。で、ゾゾマリン行ってるんだよ、昨日。それがすごいと思わない？ね、山田徹さんは。歴史的なそのね、日に行ってますね、すごいよ、自分で録音して。待って、まだだってな、まあ、高校3年の時もね、決勝戦投げなかったり、はい、1年目ロッテでもみんなが温存したり、みんなと思ってさ、佐々木を育ててるわけで。やっぱり肩を、体壊れないように、壊れないようにって。なあ、すごいですね。それで、まだ美波ちゃんから、お前、チョコレートバレンタイン、似顔絵似てないのもらったんだよ。分かってる、言ってる意味。全然似てないんだよ。分かってるね、全然似てない。ペコパのファンなんだよ、全然ペコパのファンまで。本当はサンドイッチマンらしいんだよ。いいんだよ、どうだってそんなことは。ペコパも大好きだから、ロッテが。これはすごい、これからどうなっちゃうのかね。もうあれかね、来週にでもメジャーリーグ行っちゃうかな。いや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 、行かないでしょって突っ込んでくれよ、お前。行かない。当たり前だろ。いや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 、でも。でも外国でも行くわけないでしょうでしょう。外国でも評判になって、これはでもメジャーに。そうなってるよ、それは。いけないで、そんな簡単には。いけないんだよ。来週には行かない。そこだから、びっくりすることってところは。
来週行くわけないでしょう。だからいやでも世界で話題になってるでしょう、ね、そりゃそうだよ。で大谷がまたやってるしさ、はい、それでお前鈴木誠也も打ったしな、なんだか分かんないけど嬉しいね。日本人の若い選手がすごいですね、まあ、暗い時代にさこういう明るいね話題くれるとありがたいよ。しかしまあいろんな人がさだからさ、はい、こうピンチったピンチったでやってるじゃない、はいはい、だから要するにでこの間のほらなんだかワイドナショー、はい、ワイドナショーだってほら JP っていう松本人志そっくりな人があれがやってるさ、はい、受けただろ、はい、ったら今度ほら和田子さんここはさちょっとねこので土曜日が三つ葉グループ、はい、ラジオはな三つだろ、はい、で昨日がほらあれなんだっけ、シャチホコさん、シャチホコさんがそうでしょ、アッコにお任せのアッコさんのそうそう社長が似てるからってやってたろ。だいろいろと代やってで明日うちもほらマックスがちょっと休むから、だから明日はなあの俺と松村君と、はい、黒沢と黒沢和子さんと黒沢と松村ってどんな組み合わせなんだろうもう昼になったらもうわけわかんないだろうもうその組み合わせ自体が調教師みたいなの俺はお前よくは無知持って入んなきゃいけないよ二人をまっちゃんと黒ちゃんをよくは扱えないよ俺さすがの俺もだみんなさ可愛い人がさやってんだよ。そうですね。そこで俺気になったんだよ。あどうしたのな神田伯山と思ったんだよ。ええ、な問わず語りの神田伯山ってやつやってんだよ。はい、30分さ、はい、俺それで聞いてんだけどさ、さすごい誰がやんのかなと思ったの。ええ、だからまあ仲間のね、まあ、宮地とかこちらくとかで普通それだろ。はい、話か一回さ講釈師か誰かそのくらいの人がやるだろ。ええ、したらお前めぼっちゃったよお前。問わず語りのアンジェリーナ3分の1。二十歳のロッカーだよパンクだよ。へえでこれだよすごい女の子のノリノリの子でさ、すっごいんだよ。白山の講談を聞いたことがあって感動してつ、はい、で抜擢されたらしいんだよ。これが面白いんだよ。二十歳の子しっかり喋るんだよ。もう問わず語りのアンジュリーナ三分の一の問わず語りだからもう語っちゃってんだから。もう白山休んでもいいの。もうずっと休んでて、あのもうあの子でいいんじゃない。あの子だってラジオ日本で喋ってた頃だから、だからもういいと思うよ。アンジョリーナさんすごいよ。すごいわって。いやーもうニノも大変だよ。子供の誘拐されてな。ドラマが始まる。ニノも大変だよ。また俺さ発見したよさ、あのさボーデカ。ボーデカ。二人目のボーデカ現れたよ。もう花輪だけじゃなくなったよ。昨日はとうとう富澤だよ。データサンドウィッチマン富澤さん。ボーデカパート2。ボーデカナイトって言われてるからね昔の日本語の番みたいなちょっとボーデカナイトになってるからすごいよ。はいもしもしええとかってさ下から照明が当たって顔が出てた。あ俺こいつ犯人だなと思ったんだよ。さ刑事で偉い人なんだよ刑事の。はいなんとかってさあこれ下から当ててさうわっと見えきちゃってってさ熊取り入れようかと思ってさ、ま、俺これが犯人かと思ったよ。顔がインパクトありますから怖おでですからね。ボーデカパート2出たよ。いよいよ絶対富澤花輪とは一緒にしないでくださいって言うと思うけどさすごいライバル現れたよ。お笑いの方は刑事さん多いですね。そうだろうな刑事がいいんじゃないか、ね、あれがなんだか分かんない刑事みたいなの本当に刑事とかいろんなことがあるよ。ボーデカついに2人目現れたよ本当で。でも俺今日はあったかいだろ。はい、でも今日も寒い日があったり寒い日があったりさ暖かい日があったりおかしいじゃん。出かけようと思ったら神さん知りじゃん。やっぱりねほら寒くなったり暖かい なればよね。寒くなったり、暖かくなったりねやっぱりね三寒草の四温だからねだって違うだお前女優がドキドキしただろうお前三寒草の四温じゃ三寒四温だよバカ野郎三寒草の四温ってお前それは女優おたおたしただろ女優がお前逃げ回っちゃうだろう女優三寒草の四温みんな脱いでてどうすんだよお前怖いだろお前そのシオンはまずいんじゃないか、まずいんじゃないかなと思ってドキドキしちゃいドキドキしちゃう女優さんが。それではそろそろ参りましょう、はいはい、デビュー20周年こちらタブレット潤さんが生登場でございます。シャブレットゴン誰シャブレットゴンだろショブレットよくわかんないこちらタブレット潤さんが生登場でさっき髪の毛なんか変えてなかったねボブになってストレートになってましたよ。ずらだろあれかぶってんじゃないのあれえ違うのあれ髪の毛まっすぐなってたの地毛だと思うんですけどね地毛がずらずらと思うよ。ちょっと聞いてみましょう。ちょっと本番でちょっと後でちょっと撮ってもらおう。髪型が変わってました。はい高田文夫と、はい、松本彦のラジオビバリーヒルズ。そうで朝から俺来たらほらそうちのスタッフがさ、はい、ゾロ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 さお疲れ様ですよってなんかさこれおめでとうございますとか言ってそういえばさ今日4月11日は10年前ね10年前に今日倒れた日なんだよ。そうだ
倒れておめでとうがないだろうって言ったんだけどさ俺が復活したの11月なんだよ。4月に倒れて今日倒れて11月に放送は復活したの。そうでした。それが復活した。それまた石田がさもう得意だってリーダーみたいな子さみんなを引きずるやつ先生いやおめでとうございます倒れて倒れておめでとうございますじゃない。確かにこの日は倒れたけどな4月11日。もう二度と倒れないようにお願いしますということで、もう気持ちだけで十分でございます、ね、本当にそうですね。10年だよ10年ですか。本当だよもう、よく働くような復活してな。もう10年働いてるんだもん偉いよ、まあ、そんなことでねいいですかね。あリサイタルはどうしたって。はい、こちらは20周年の記念リサイタルがタブレット、13ございます、うん、これは前より完売だって、ね、すごいですね。じゃあ今日も1時まで生放送日本放送口の減らないやつ。この時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします。味噌好きな人にも辛党の人にもおすすめニュータッチ凄麺仙台辛味噌ラーメン。仙台味噌が決め手のご当地ラーメン。仙台辛味噌ラーメン食べて元気出していこう。ニュータッチ凄麺仙台辛味噌ラーメン凄麺はすごいと。うまいヌードルニュータッチ。飲める軽快な口当たりとさらにうまみ豊かに膨らむ味わい、それが白鶴丸。いい笑顔に丸白鶴丸。飲酒は二十歳になってから。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10にお電話を。日本放送ラジオビバリーヒルズ。それじゃあメールとファックスね、はい、はい、待っております。本日のゲストタブレットジュンさんへの質問をどしどしとお送りください。タブ、タブレットジュンさん。そして4月11日は何の日、うん、高田先生の今笑って言えるから先生本当に笑ってるよお前松村とそうだよお前心肺停止、ね、の日でもありましたけれども、はい、本日はガッツポーズの日。ガッツポーズ、おガッツイシマツな。ガッツイシマツさんが1974年のこの日、うん、チャンピオンのゴンザレスに勝利した日。その時、両手を挙げて喜びを表した。ガッツがで、あの瞬間にガッツポーズって言葉が生まれたんだよ放送で。思わず言っちゃって、でそれからだもんな、ね、うん、そうですね。ガッツポーズという言葉が世間に広まったということで、うん、こちらテーマは私とあのポーズ。ポーズね、ポーズで、うん、はい、忘れないあのポーズ、決めポーズ、何でも OK です。送ってくれた方の中から3名様に新グッズビバリー名刺入りでございます。あ、できましたね、いただきました。ちょうど名刺の大きさでちょうどいいです。あとスマホの裏に貼るにはちょうどいいんだろ、ね、大きさな。そうです、黒沢入りですから。黒沢入り、はい、みんなの似顔絵が、はい、バッチリ写っております。ビバリーの名刺色を差し上げます。名刺サイズです、はい、そして今日はプレゼントがあります、はい、はい、本日はビバリーおなじみの白鶴酒造さんからありがとうございます、うん、素敵なプレゼント。ただいま白鶴酒造では読売ジャイアンツの丸選手がホームランを打つたびに丸3種類とジャイアンツグッズ1点が抽選で丸っと当たる、ね、白鶴丸で、はい、丸丸キャンペーン。あ、丸選手がホームランを打つたびにプレゼント、はい、すごいね。はい、こちらの応募方法、キャンペーンの詳細、白鶴酒造のホームページをぜひご覧ください。白鶴丸を片手に、読売ジャイアンツ丸選手をぜひ応援してください。本日はビバリーお聞きの皆さんから、白鶴丸300ml、これ丸しか応援してない。竹丸ダメなの。白鶴丸、竹丸、明日飯食うんだけど、明日久しぶり会うんだけど、竹丸はダメなの、はい、白鶴丸 300ml パック12本入り1ケースを10名の方にすごい、ね、はい、プレゼントでございます。白鶴さん、竹丸はダメなのね竹丸ちゃんじゃございません、はい、メールかファックスでご応募ください白鶴丸プレゼント係までメールはヒルズアットマーク 1242.com ヒルズのスペルすべて小文字です。 HILLS ファックスは 0570-02-1242 です。応募は20歳以上の方に限らせていただきます、はい、お待ちしております。我が社もテレワークを始めたいのだけど、勤怠管理、契約業務、どうしよう、そんな時はご相談ください。 NTT 東日本。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか。
なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？ふみおのちょっといい話。この時間はコーリッチ続々オープンハウスがお送りします。私確かに土地を売りたいですよ。いやでもね、手続き簡単、内見なしで仲介手数料なしって超なんでしょ。しかも24時間現金化できて変形地でも買い取ってくれる。どうなってるんですかね、オープンハウスさん。え、詳しくはホームページで。日本放送ラジオビバリーヒルズ。来週のお知らせ、はい、はい、ビバデミー賞2022、はい、この1年で何かと活躍した各界の有名人のビバリーならではの視点で表彰する毎年恒例。俺は別にビンタしないからね。ビンタノービンタでいきます。ノービンタ、ノービンタお願いいたします。はいはい、主義で、はい、主義でノービンタ。18日月曜日はこの方、塚地武雅さん、鈴木拓さんのドラッグドラゴンのお二人でございます。拓ちゃんには世話になってるから。そうなんです、日本放送ずっとな、大変大変で、はい、ビバリーでもラジオショーでも代打で助っ人してくれました。ありがとうございます。感謝を込めてビバデミー賞代打代演賞を。塚地がまたほら BTS 詳しいんだよ、やってたけどすごいで、韓国語な、韓流めちゃくちゃ詳しいんだよ BTS、はい、続いて火曜日はこの方、ヒロミさんです。おいいね。お、日曜大工の息を変えた中央で、リフォームの腕をあちこちで発揮、大活躍、ビバデミー賞のめちゃめちゃ器用でしょうをお送りします。八王子を盛り上げる八王子の歌も披露してございます。はい、続いて水曜日はこの方、この春からオールナイトニッポン月曜一部を担当されます超人気アーティスト、クリーピーナッツです。水曜日割の乾きみこさんが超大ファンで気が動転しています。ビバデミー賞ずっと会いたかったでしょう。乾当日休まねえかな。熱が出ちゃって、熱が出ちゃった、黒沢みたいに知恵熱が出ました。念願叶います。そして木曜日は一番の清水みっちゃんとナイツ、音楽道場破り、本家アカデミー賞でも話題のドライブマイカーにちなんでドライブマイカーリクエスト募集中です。そしてラストを飾る金曜日はこの方、はい、ご存知、阿部サダヲさんでございます。久しぶりじゃない、阿部サダヲ。そうなんで、忙しいからな、なかなか会わなかったんだよ。今撮れんのですから、はい、うん、大河ドラマ伊賀天から中村勘九郎さんがビバデミー賞を受賞したの。勘九郎さんにあげたんだよ俺番組でね、はい、ビバデミー賞、はい、しました。だからもう阿部サダヲがすねちゃってさ、もうすねちゃって、もう行かないとこ行ってさ、もう高田のとこ行かないって来んないから行かないみたいな、何すねてんだよみたいな。そこでお送りするのはビバデミー賞ずっとあげたかったでしょ、阿部サダヲね。なるほど、よかったよかった。念願の初受賞でございます。月曜から金曜ビバリーはビバデミー賞2022ビンタなしでビンタなしでいきますから、お届けいたします。また阿部さん怯えてくんだろうな、ちょっと殴んないでくださいよって振りだろうなそれ。殴んないでくださいよ俺もってさ、ビンタお願いします。そうだ、それじゃあ阿部サダヲといえば、はい、うん、来週金曜日の登場、阿部サダヲさんといえばボーカル破壊で活動しているこのバンドでございます。はい、うん、高田文雄。カッショ品の現金問屋、ラジオをお聞きの皆さん、満60歳女性が死亡保険金額100万円の保険に入ると月々いくらだと思いますか？メモリードライフなら契約初年度の月払い保険料は690円、月々わずか690円です。これなら始めやすいですよね。医師の審査不要、満89歳までお申し込みできます。残されたご家族に葬儀費用を準備できる保険、メモリードライフの資料請求は0120-623-111 0120-623-111。メモリードライフ。急にハンコが必要になった、どうすれば。そんな時は最短即日出荷、ハンコ屋ドットコム。ネットで買えるハンコって信用できるの？そんな方は検索ハンコ屋ドットコム。あ、遠藤健一さん、ハンコ屋ドットコム。
イツの土屋です。花輪です。月曜パートナー平野ノラです。ナイツラジオショーにフォーリンラブの2人が生登場。お昼1時からお届け。軽快なトーク、愉快なコーナー、仲良しメンバーともっとたくさん喋りたい、いつも一緒にいたいから、イエスフォーリンラジオだそうです。ナイツラジオショー今日お昼1時から。ここで産経新聞ニュースです。ニュースデスク岡さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。まずはウクライナ情勢です。ウクライナの首都キーウ周辺から撤退し、ドネツク、ルガンスクの東部2州の完全制圧を狙うロシア軍は10日、東部ドニプロの空港のほか、ルガンスク州の住宅や学校を砲撃しました。一方、最大の激戦地ドネツク州マリウポリの市議会は10日、ロシア軍が多数の民間人を殺害した戦争犯罪を隠蔽するため、連日数百人の遺体を倉庫などに運んでいると訴えました。またウクライナのベネディクトワ検事総長は10日、キーウ州でロシア軍の攻撃により1222人の死亡が確認されたことを明らかにしました。これについて松野官房長官は今朝の記者会見で、改めて断じて許されず厳しく非難すると述べました。ロシア軍の行為によりウクライナにおいて多くの市民が犠牲になっていることに強い衝撃を受けています。多数の無辜の民間人の殺害は重大な国際人道法違反であり戦争犯罪です。断じて許されず厳しく非難をします。またウクライナ在住の日本人の被害は確認されていないということです。4月9日時点で確認されているウクライナの在留邦人は約50人であります。現時点までに邦人の生命、身体に被害が及んだとの情報には接していません。ところで世界銀行は10日、ロシアの軍事侵攻を受けたウクライナの今年の経済成長率が物価変動を除いた実質でマイナス 45.1% と記録的な落ち込みになるとする予想を明らかにしました。また世界銀行は経済制裁を受けているロシアも去年の 4.7% 成長からマイナス 11.2% になると予想しています。経済制裁がさらに強化されれば一層落ち込む可能性もあります。共同通信によりますと、フランス大統領選挙の第1回投票が10日行われ、いずれの候補も過半数を獲得することができず、再選を狙う中道のマクロン大統領と極右政党国民連合のルペン氏が今月24日の決選投票に進む見通しとなりました。開票率 97% の時点でマクロン大統領は得票率およそ 28% で首位、ルペン氏は得票率およそ 23% で2位となっています。男子ゴルフのメジャー第一戦マスターズトーナメントは10日最終ラウンドが行われ、大会2連覇を目指した松山英樹はこの日イーブンパー、通算2オーバーで14位に終わりました。世界ランク1位のアメリカのスコッティ・シェフラーが通算10アンダーでメジャー初制覇を果たしています。また去年2月の自動車事故から復帰したアメリカのタイガー・ウッズは通算13オーバーで47位でした。それからアメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平は10日、アストロズ戦に1番指名打者でフル出場し、4打数1安打でした。またカブスの鈴木誠也はブルワーズ戦に5番ライトでフル出場し、1回の第1打席でメジャー初ホームランとなる先制の1号スリーランホームランを放ちました。おしまいに、昨日日本のプロ野球史上16人目の完全試合を達成したロッテの佐々木朗希投手は、快挙達成から一夜明けた今日、ZOZO マリンスタジアムで取材に応じ、少しずつ実感が湧いてきた、かみしめながら夜は過ごした、選手としては1年間通して結果を出すことが求められるので切り替えて頑張りたいと話しました。この時間の産経新聞ニュースでした。ありがとうございました。三宅裕司です。熱海五郎一座人形サーカス絆たちの挽歌を5月29日から新橋演舞場で上演します。チケット絶賛発売中。0570-000-489チケット本松竹。今年のゲストは浅野ゆう子さんと ABCG 塚田良一くん、劇場でお待ちしております。続いてインナーアミドの日照がお送りする日本放送天気予報です。
いいお天気続いてますね。今日の関東地方広く晴れております。強い日差しと南寄りの風で日中は初夏のような陽気になります。気温は昨日より少し低くなりますが、最高気温は各地で24度から25度夏日の暑さが続いています。今日のお天気晴れ時々曇り、日中の最高気温は25度、降水確率午後 0% 夜 10%、 明日は晴れ時々曇り。以上お天気でした。なんだこの家、網戸がないぞ。窓を開けて換気しないのか。換気しますね。網戸が出た。使う時だけミッションインナー網戸、普段は収納だから汚れにくい、傷みにくい。インナー網戸で検索。一緒に笑顔にミッション。続いてリシンクプロジェクトがお送りする日本放送交通情報です。警視庁小市さん、よろしくお願いします。はい、高速道路は東北道の上りの栃木県の上河内サービスエリア付近で乗用車の事故のため現場は通りにくい状況になっていて3キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは戸田東インターにトレーラーが故障で止まっているため2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで5キロ渋滞しています。千葉の京葉道路の下りは船橋インターで工事のため2キロ渋滞しています。都内では町田調布線の稲城市若葉台1丁目での事故の処理は終わりました。通行止めも上下線とも解除になっています。道路交通情報センターの小市がお伝えしました。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時28分ごろお伝えいたします。この後はお待たせしました、本日のゲストタブレット純さん生登場です。視点を変えれば世の中は変わる。当たり前をもっと深く考える。リシンクプロジェクトは JT がパートナーシップを基盤にこれまでにない視点や考え方を生かして取り組む地域社会への貢献活動の総称です。詳しくはリシンクプロジェクトで検索。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか。なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる。今すぐ0120-10-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか。デイリーヤマザキ。ねえ、サンドイッチは何が好き。デイリーヤマザキのミックスサンド。なんて言ったってパンが違うんだな。パンにこだわるデイリーヤマザキのミックスサンド。しっとりふわふわ、ここにしかない美味しさ。デイリーヤマザキ。高田文夫と松本明子のラジオビバリーヒルズ、本日のゲストはタブレット純さん。新曲を引っ提げてご登場です。春にぴったりなマニアックな歌謡曲もたっぷり紹介していただきましょう。この後はタブレット純さん。そうだよ、でかくもさ、神さんがさ、あ、今日あれでしょ、シャブレットゴン。シャブレットゴンって誰なんだ。もうめちゃくちゃ出てる。今日出てでしょ、シャブレットゴン。元がないんだよ、もう。元が分からない。シャブレットゴン。さあ、というわけで今日も11時半から生放送のビバリーヒルズ、お相手が。はい、月曜ビバリー、松本明子でございます。はい、シャブレットゴン、じゃあ来てますんでね。はい、紹介しましょう、はい。はい、本日のゲストご紹介します。はい、20周年です。おめでとうございます。シャレに決めて銀座。本日のゲスト、はい、タブレットジャンさんです。はい、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。でそのトーンはよろしくお願いします、はい、どうしたんですか、髪の毛。まずさ、俺目に、まあ、ラジオ聞いてると分かりづらいと思うんです。こうなんていうの、直毛みたいなさ。そうですね、解散しちゃった GS みたいなさ。今まではあの偽アルフィーと言われていたんですけど、もう
そんな大した意味はないんですけど、まあ、新規なんで意味のない新規一転と言いますか、一転するほど新規なんかあったんだよ心代わりが、なんかあったんだから、まあ、そういう、そうですね、ちょっとそういうのもあって、あの、あとまあ単純ちょっと髪が傷んできたというのもありましたちゃんとやってるビースで、なんか綺麗な綺麗なやつ髪の毛は一応やってたんですけど、やっぱもうそうですね、こうこの髪型になってからなんかあのなんか喪に服してるんですかずっと喪中かお前ら生涯喪中みたいなさでも楽でしょ楽でしょ、やっぱすごいもう髪あるあるのがやっぱり楽になりましたね。短くなったこと相当それは短くなりましたね。短くなって、はい、前をチンチンでこう後ろにね、はい、そうですね、バッハなんかベートーベンみたいなやつだよ、はい、音楽室で貼ったやつ、そうですすごい長かったので、うん、そうそうか、はい、短くなった、はい、色もちょっとねあの明るかったですけども、はい、色も抑えて、それじゃあラジオを聞いてる皆さんが ね今日喋ってる一体誰なんだという人多いと思いますちょっと紹介しましょう、はい、はい、タブレットジュースさん、誰なんはい、神奈川県の相模原のご出身でございます、はい、ただ今47歳、子供の頃から AM ラジオで流れる古い歌謡曲に惹かれます。10代になると中古レコードを漁り始めます。すごいですね、うん、コレクションが。高校卒業後古本屋さん、そして介護職などを経て、介護職もやってたんだよね、うん、そうですね、はい、うん、そうそう、2002年、27歳の時に自ら芸能の道に覚醒されます、うん、ムード歌謡グループ和田博士とマヒナスターズに新メンバー新ボーカルで、これが売りだから、和田博士とマヒナスターズ最後のメンバーっていうのは売りだからなあ、そうですね、うん、はい、しかし2年間の活動でグループは解散、うん、すると芸名田淵潤からタブレット潤に改名されます、うん、歌うピン芸人として歌ネタモノマネなどで演芸界に滑り込みます。昭和歌謡の膨大な中古レコードに囲まれつつ、中央線沿線の根強いファンに支えられ、なんと今年でデビュー20周年でございます。どっから数えたらいいんだか分かんないような20年はっきりしないように数えたらいいんだよ、いいやろ、本当そうですね、ただ言ったもん勝ちみたいな感じ、20周年とか言ってるけど、やってたかどうか分かんない時期も、マヒナから、マヒナから、マヒナに入った時からあの27歳の時に、あの本当突然に入ったという感じで、入ってから20年ってこと、そうですね、そこから20年、そこから数えたという感じで、はい、本日のゲストタブレットジュンさんでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかやってくれるのここで、あ、ええですね、ご挨拶代わりに、まあ、あのちょっとモノマネなんかもあのやらせていただいてましたが、ね、あんまり似てないんですけど、中途半端なんですけど、いや、まあ、手出すよ、いろんな人の声が面白いんだよ。ラジオが大好きなので、あの昔からこう昼下がりのラジオもよく聞いてたんですけど、そんなちょっと一連のものをちょっとやってみたいと思います、はい、紳士服の坂前がお送りするあなたの街の時の音はい、こんにちは、ご存知てっちゃんです。こんにちは、あなたの知恵よ。いや、いいお天気ですね。いや、もう春がいっぱい、春うららという感じでございますけれども、ね、でもなんか全身がこうブツブツしますね、上半身も下半身もね、いやもうね、懐かしいですね、吉田テレビにありますかね、ギャルマンも始まって以来もうずっともう打倒今に鉄道でねやってましたからね、もうで、あのもうやっと追い抜いたと思ったらね、またライバルが出てきちゃったりなんかしちゃってね、はい、上柳正彦ですけどもね、上ちゃんあ、いやね、やってましたですね、もうやるまんも妥当でね、もう思わずね、ラジオ人生相談のね、加藤泰造さんに、ね、相談しようかと思いましたからねあなたが認めたくないものは何ですか？どんなに辛くてもそれを認めれば道は開けますね、本当そうですよね、テリーさんもね乗ってけラジオはね、本当にやってみましたもんね。いやね、上さんね、ほっとね、とってる人ですからね、乗ってけ乗ってけってね、もうずっとね、情報やゲストさんもね、松本秀夫君、ずっと頑張ってくれてから、ほんとにね。はい、松本秀夫です。神宮球場からスタジオにお返しします。以上でございます。一応日本放送メインにしてな、あ、そうですよ、この昼下がりのこの LF を感じるな上ちゃん似てないなもうご本人にやるなとやるなと、こういつも会うたびに言われてるんですけど、上ちゃん惜しいな、すごいよ、だ昔からてっちゃんから知ってんだから、そうですね、今のてっちゃんから、今のてっちゃんから、今日忠実屋であのバイトしてて、あのよくこの今にさんのラジオが流れていまして、さすが流石流れ石
それから流石流れるし流石言ったんだよそれにぼんやりしてた反応がねえなこいつは流石ですかライブでもねいろんな顔を、はいものまねされてます高田文雄先生はやるもんな、高田文雄ラジオビアリーヒルでございますお前すごいぞお前冗談じゃねえよ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 お前松村お前松村お前冗談じゃねえよお前松村最高ですよそうか20年ってことで髪も変えたしおめでとうございます要はあとで言うけどよし20周年のライブも歌うんだよな完売って書いてあったよですねすごいね、はい、もう500人ということで完売になりまして、すごいね、人気じゃないですか、いや本当嬉しいです、嬉しいな、はい、1回公演だっけ1回きり1回の公演なんですけれども、あでもすごいよ、はい、楽しいですね、でその場合だってお前いつも喋ってるところさロシア大使館の隣だろお前あ、そうなんですよ。言ってんだろうな、文句に。結構な騒ぎに、いつも。あの、また、なんか、そっち側に入ったんじゃないの、そっち側なの、お前。大丈夫そうだ、ロシア大使館の隣だろ、お前、いつも。真横がロシア大使館。なんか言ったら、バッ捕まっちゃうだろ。いつも結構デモ行進を今やっていったりして。はい。隣だもんな。大変。もう先生にも一度来ていただきまして。呼べよ、またもう一回さ。ロシア大使館怖いよな、ちょっと夏ないな。隣が怖い、怖い。隣が怖い。またぜひでも先生一度また来ていただければと思うんですけれども、じゃあいろいろとね20年ということで、はい、話をじゃあ聞いていきましょう、はい、この春、はい、何か変化はございましたでしょうか、変化だらけだろ、これ変化だらけだろ、どう見たってお前で阿佐ヶ谷姉妹に入っちゃったしな、阿佐ヶ谷姉妹3人になったんだろ、阿佐ヶ谷姉妹違うの、はい、この NHK 特にパッと3人で映ってるよ、お前入ってこの髪型になったわけじゃないですけど、阿佐ヶ谷姉妹違うの、もうすごい昔仲良くしていただきまして、その唯一入ってはいないね、入ってはいないんですけれども、まあ、唯一の友達がタブレット順当のずっとずっと発信して芸能界で唯一話ができる知り合い、はい、うん、って言ってくださっていったのがこう幸いして、こう最近結構こうコラボで呼んでいただけるようになりました、新しい言葉、そうですね、朝からアパートメント、え、これ今日ちょうど放送に、そうだ多いね、うん、今日やるよね、はい、タブジュンもレギュラー入りという4月スタートでございます、朝からアパートメントっていうのこれタイトルは、そうですね、はい、そして4月スタートの BS 日テレの旅する水曜日、こちらも阿佐ヶ谷姉妹さん出演会でタブレットさんのマレーさん、阿佐ヶ谷とパッケージ多いね、バーターみたいな感じ、バーターで同じ事務所は別でしょ、全然事務所は別なんですけれども、本当こう昔のこう2ビートの営業の若戸明さんみたいな感じ、島政健忘症だからな、あのとこはな、島政だから飛び飛び覚えてんだからね、熱海いた、いたなと思うとフジテレビで会ったんだ俺さ、お久しぶりって会ったらさ、どちら様ですかって言われたんだよ、わざとらしい嘘つけ、芝居すんだあいつ、フジテレビでバトルだったらさ、お大丈夫だったのってさ、どちら様ですかって言われたんだ、飛び飛びだった、飛び飛び島政だから、島政だでガシーになっちゃったからね、あそうですね、そんなことはどうでもいいでもとにかく阿佐ヶ谷姉妹と今、はい、結構本当ご一緒する、もうテレビはこう初めてレギュラーをいただいたという感じで、はい、ラジオはもう何年やってる、ラジオ日本はラジオもロシア放送だろあれ違うの、6年半ほど6年ぐらいやっております、本当いいんだよ、1回も俺特集しないんだから、もうすごいよ俺の作品の特集しないんだから、あでも先生の作品はちょっと足りないかもしれないから、何が頭がそんなことなんだお前、先生の作詞もすごいいい作品が、いいんだよこれもう本当にね、あの懐かしい曲で、足でまといだけど出たしつこくやります、足でまとい92だからね俺のね、パロディー版だから、あの日別れた日から待ちました、いい、ね、結構ここから先あのストーカーのような歌になってますなんで俺の死に対してクレームかまたクレームかお前はちょっと歌っていいのかなと思っていいの、時代背景昔は昔なんだから今やめた方がいいかなと一瞬思って、変わってんだから先生特集いいですね、嬉しかったことは何ですかってほら、はい、最近の嬉しかったことは最近そうですね、うん、まあ、ずっとガラケーやっていたんですけれども、うん、ついにこうスマホに、スマホできるの、
卒業しなければいけないというなんかアナウンスが流れるようになっても変えてくださいみたいな。もう変えてくださいもうガラケーはもう使えなくなります。かかってくるの？そうやって。そうですね、それでもう4月3月いっぱいで終わりですみたいな感じでもう決意して携帯ショップに行ったんですけれども、向こうの人びっくりしたろ、あなたが来たら。そんな携帯ショップであなたも思って、何ですかみたいな。びっくりされた、簡単であったの。すごいびっくりした。そんなことはないんですけど、びっくりしますよね。びっくりしますよ。でももう決意してたんですけれども、なんか 4G になってもまだガラケーでも大丈夫だということで。どこは大丈夫なんだよまだ。そう、 AU はちょっとダメという説があって、でもまたガラケーからガラケーにまたガラケーに引っ越すことが、訳の分かんない遠回り、スマホを本当こう苦手ですか、なんかこう押してる感覚がないから、ちょっと生きてる実感が湧かないというか、手応えないよな、手応えがないというのがあって、ガラケーも多いですからね。どうしてもガラケーでいたいというのがあって、これが一番、意志が強くていいよ、これが一番最近では嬉しかったかなと思うんですけども。男子も言ったからね、禁酒と禁煙するやつは意志が弱いやつだって。あ、男子もすごいいい言葉だなと。禁酒と禁煙するやつは意志が弱いんだって。立川きよいさんの、立川じゃねえよ、団地じゃないんだよ、立川きよいさんの。キウイってなんだよ、出す名前じゃないだろ。その本に書いてあるのすごいいい言葉だなと。そしてデビュー20周年イヤーでございます。今年チャレンジしてみたいことがあるのやっぱり。そうですね、ちょっとハワイに今頃行きたい。修正直後の子お前ハワイ行こうって何とりあえず飲んでみたいな。当番じゃなく、まあ、マヒナスターズがやっぱハワイアンガルーツのバンドなので、スチールだからね。そうですね、スチールギター和田博士さんが、でやっぱりその自分がいた頃もハワイ公演というのが、行こうという話があったわけ。3回持ち上がったんですけれども、3回持ち上がったの、3回ハワイ公演があるよって。はい、それがなかったの。3回ともしれっとなくなりました。それは末期だからだよ、マヒナの。そうですね、まあ、今海外旅行も今まで行ったことないっていうのもありまして。じゃあそのハワイ公演は幻で終わったわけ。そうですね、もう本当だ、マヒナスターズ僕がいた頃は、ステージ幕が上がるとだんだんこうざわざわし始めて、誰みたいな感じになってしまいまして、誰みたいな幕が上がると、まあ、和田博士さんこう後ろの方でスティール弾いてるので、ね、こう前面に立ってるの、前面に立ってるのは誰なんだろう、誰なんだという感じで、そのうち金返せみたいなこともちょっと返せみたいな。それはハワイ行けないわ。ちょっと残念な感じだったんですけど、ね、じゃあ一度も海外ってのは行ってないわけ。やっぱりこうマヒナにいてこう尊敬するマヒナにいたからには、ちょっとルーツのハワイというのをちょっと行ってみたいなというのは。行かなかった。常磐ハワイアンセンターも行かなかった。そこは常磐ハワイ、今ちょっと違う名前になって、なめかわアイランドの廃墟には行ったんですけど、はい、それは行ったことある。廃墟巡りはしているんですけど、なめかわアイランドには行ったんですけど、廃墟巡り。そして新曲が完成しましたということでございますか。これ新曲出たんだよ、前の番組聞いててさ、かけてんだよ、ずずしく毎週な。自分の番組だから、自分の番組なので一応かかるんだよ、7時ぐらい必ず。俺聞いてんだよちゃんと。今のとこまだ自分の番組しかかけられないので、うちもかけないけどね。せっかく今日また読んでいただいて、何というタイトル、これ、これが「猿滑り」というタイトルなんですけれども、普段自分が滑ってから自分が滑ってからじゃないの。これやっぱ先生バレてしまったか、言われて、やっぱ一応芸人をやらせていただいてて、滑りって言葉一応言えばないやんな、あんまりこう、だから今までこう滑りというちょっとあんまり縁起が良くないということもあって、あまり歌の題材にならなかったんじゃないかという、それ今回なぜ猿滑り、そこは見つけて、これは、まあ、この作品をいただいて、歌は本当に素晴らしいんですけれども、タイトルが
やっぱ自分もこう、サルスベリ、よく東洋館に出て、うん、まあよく滑って、舞台を去るときに、この歌が、サルスベリが、自分の心で隠されてる感じ。タブスベリみたいな。タブスベリ。タブスベリ。タブスベリみたいなやつだろ。このサルスベリは漢字が難しいんだよな、うん。意外な感じ。ちょっと説明して。はい、どういう漢字書くか。100日。にこうくれないと書いて100日ね、数字の100日ね、100日とくれないって書いてサルスベリって読む。そうですね、うん、子供の頃にちょっと百日咳という病気にかかって、百日咳って歌は嫌だもんな。歌はしにくいよな。それもちょっと思い出してしまって、百日咳で毎日赤ちゃんの時に、うん、顔を真っ赤にして息が詰まって苦しかったの、自分が、はい、うん、そういうちょっとこともあって、百日咳にすればよかったよ。それだとあまりにもちょっと演技が悪すぎて、自分の人生のこのサルスベリの方がいいと、サルスベリの方がいいということで、じゃあ行きましょう、はい、曲紹介してください。曲紹介をお願いいたします。はい、ではタブレット順で、サルスベリ、徳光さんで行ってみたいと。どうも、徳光波動でございます。そうですね、いや本当にね、このサルスベリ、いやこの、令和の時代にも実にいいムード歌謡になっているわけなんでございます。徳森歌謡サタデーにもですね、ぜひ、呼びたいと思ったり、まだ決まってないんですけどもですね。ではタブレット順でサルスベリ聴いていただきましょう。赤紫のベニをつけ、あなた待つよのときめきよ、咲けば散る散る散れば咲く心残りなサルスベリ、わがまま聞いてほしいけど、会えば愛しさこみ上げる、何かたい約束を、まさか忘れはしないでしょう、咲けば散る散る散れば咲く、燃えて焦がれるサルスベリ、北窓開けて風ひとつ、星を数える女です。誰かの膝で雨宿り、いいのいいのよ待ってます。咲けば散る散る散れば咲く、涙見せないサルスベリ、あたしの夢を押し付けちゃダメよ、あなたが困るのよ。20周年記念の新曲、5月11日日本コロム
ンビアから発売。政党の後継者だね。滑りでございます。嬉しい。政党的な後継者だね。ありがとうございます。フルでかけていただけると、本当ありがとうございます。それ絶対ラジオ日本でかけんなよ。ちゃんと自分の番組なので、あのここはこのマストであのかけつ発売まだだもんな。まだ5月11日ということで。5月11日日本コロンビアよりということでございます。あと俺好きなのは週刊新潮1ページでやってて1曲ずつ取り上げて懐かしい。あれ毎週欠かさず読んでんだよ。いいよね。嬉しいですよ。でお前より面白いのがね、ポストでね、横山健が入ったんです。これはちょっとピンチですね。一曲ずつ取り上げてんだよ。同じスタイルで。いいんだよ。これはやばいです。まあ、今のところちょっと打ち切りというのはないんですよ。知ってんだよ、昔の。さあ、後半は。はい、タブレットジュンさんにはお聞かせしたい昭和歌謡を選んでいただいております。今日もありがとうございます。はい、それでは、早速、第3位は。はい、小柳徹さん。え、小柳徹？直八こども旅という最近ちょっとまあ、小柳徹さんとすごいウドナイズしたよ。あ、よく死んじゃったよ、交通事故で。先生と一緒の、僕は小学生の時影山民夫さんのスーパースターホームラン教室だからな。ムタテイゾーがお父さんだよ。ムタテイゾーがお父さんだよ。ムタあなたのための税金相談。いいね、ムタテイゾーいいね、ムタテイゾー出るね。なかなか分かる人一人もいないからな。そう、あの先生が同い年ということで、まあ、今生きてれば生きてればって言うなお前生きてれば言うな。二十歳で亡くなられて交通事故だからな。そうですね、あの影山民夫さんがこうコラムに書かれていて、エッセイに書いてるもんな。あの去年あの和田博さんのお墓参りを、うん、あのやったお墓を見つけたんですけれども、やっと見つけたの。はい、ちょっと分からなくて、奥様のお墓に入ってるということが分かって、でその鎌倉霊園に小柳徹さんの お墓もあって、それで一緒にお墓参りできたということがありまして、まあ、子供の時キッチンも部屋探して住むってよ、鎌倉に。そうです。キッチン住んでるよ。そこで絵描いてるから。にアトリエ作って。はい、そこにお墓があるの。お墓があって、はい、まあ、サンタ物語の主題歌も歌っていて。あ、オラサンタだ。あ、オラサンタの、うんうん、あのちょっと生まれ故郷の津久井郡というところのがサンタ物語のあのモデルになっていたりと。あ、だからそう山小屋みたいな感じでしょ。俺子供の時に小遊三の子供とうちの子供連れてた、その旅館泊まったことあるよ。ついてサンタ旅館のじじ寝てたもん。あ、じゃあそこが多分僕のふるさとだと思うんですけれども。え、ふるさとなの。はい、津久井郡というところの。はい、俺そこにこっちは昔子連れてさ、長男ちっちゃい時で小遊三のとこちっちゃくてさ、二人で4人で行ったんだよ、釣りしに。小遊三と写真があるもん俺。奇遇な、うん、そうなんだ、やっぱ大したもんだね。思い出上手。思い出上手だな。あ、それでこれルームかなんだっけ。ルームじゃねえ、トールだ。あの徹さんの、うん、はい、のこれ何、直八子供子供歌。なんか映画の片岡千恵蔵さんの主演映画の直八っていうか主人公片岡千恵蔵さんの映画に出ていたという、もうこれ8歳ぐらいの小柳徹さんで、子役で出ていたってことか。で結構晩年結構自分で作ってあの結構レコードを出していて、本当音楽センスも素晴らしかったんですけれども、本当はだから昔の少年王とかさ、あの少年とか冒険王とかな、うん、少年が表紙必ず小柳徹なんだよ。その次は太田博之だもんな。太田博之の前だよ、子供ちびっこスターの。太田博之さん。太田博之。小僧寿司だっけ。あ、小銭寿司。小銭寿司ね。嬉しいね、話が早くて。こういうものが分かる人は嬉しいね、話が早いから。太田博之な。そうだよ。それが子役スターだな、最初のな。あの、ヤングセブンツーオーという。7時20分からやってる。黒パン会社の黒パンが。そうです。黒沢さんとか。黒沢監督の息子だよ。そこの横でお茶作ってたのが影山民夫だよ。うん、アルバイトでね、そう手伝ったのな。ですね、俺大学じゃ見てたんだよ、のんきな商売だなこいつと思ったの。影山いたんだよ、うん、結構小柳徹さんの歌のファンで、あの子役時代のレコード最近結構プレミアがついていて、いるんだやっぱ小柳徹の少年時代の歌が好きだって人が。あの成人になられて、あの自分で作ってという歌も結構出されていて、うんうん、そういうこと知ってっから嬉しいね、さすがだよ。これはえ流せて知識がすごいよ、すごい知識です、うん、はい、ひわちゃんと次、はい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 、それではタブレット純さんに聞きます。昭和歌謡第2位は、桑原
桑原智美さんが歌う、はい、パパの贈り物っていう、これもちょっとドラマの主題歌なんですけど、パパの贈り物、あ、ドラマがあったんだね、はい、日本テレビで、セリフが三橋達也さんが、お、三橋達也、いいね、パパはそっと、かわいい子ね、相当古いよ、65年だもん、うん、ママのように美しい、41年の日本テレビのドラマ で、うん、でこの桑原智美さんがあの坂本九さんの九ちゃんというバラエティー先生、あ、そうですね、あの転覆トリオも出ていてという、うん、その中であの、ちびっこトリオという3人が出ていて、ちびっこトリオ、はい、それがこの頃のちびっこトリオの1人が桑原智美さんで、白木みのる、で、ちびっこトリオ、ちびっこ、空飛び越して、あの、ちびっこ三人、違うの？ちびっこ三人のあの一、うん、人があの小林幸子さんということで、あ、はい、あ、なんとかカモメの時だな、あ、そうです、あの嘘つきカモメの時で、伊藤四郎さんはすごい小林幸子さん、うん、すごいその子供を可愛がっていたという。うんうんうん、ちびちびと呼んでいたということで、とその桑原さんとあと一人は3人って、あと一人ちょっと知らないの、知らないのかよ、あの、トリオって言ったら3人覚えとかよ、桑原智美さんも結構懐かしいという方がいて、あのジャイアントロボとかいろいろ出ていて、今ちょっと消息がわからないということなんですけれども、さすがの俺もそこまでわかんない、はい、これも最近手に結構あの家賃の半分ぐらい出して買ってしまったというレコードなんですけど、そんなにプレミアがついてるんですか、このレコード1枚が今そんな高いの、まあ、家賃もでも、まあ、あの中野のそんな安い部屋住んでるの、じゃあ1位は後ほどやります、はい、はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。美咲さんがどんな姿になっても大好きです。中島健人、松本ほのか主演。美咲さんは人より早く年を取る病気です。春人くんと生きることができて本当に良かった。僕は春が来ると君のことを思い出すんだ。ネットフリックス映画桜のような僕の恋人、独占配信中。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発造成20年の信頼と実績、卓量建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。ナイツの土屋です。花輪です。月曜パートナー平野ノラです。ナイツザラジオショーにフォーリンラブの2人が生登場。お昼1時からお届け。軽快なトーク、愉快なコーナー、仲良しメンバーともっとたくさん喋りたい、いつも一緒にいたいから、イエスフォーリンラジオだそうです。ナイツザラジオショー、今日お昼1時から。続いて日本放送首都高速ルート情報です。首都高の星野さん、よろしくお願いします。はい、首都高速道路は川口線の上りの安行にトラックが荷崩れを起こして止まっているため3キロ渋滞しています。はじめに埼玉方面から都心銀座までのルートです。美女木ジャンクションから5号線を上り銀座までは30分、川口ジャンクションから川口線を上り中央環状線内回りの王子を通り5号線を上って銀座までは50分、三郷ジャンクションから三郷線と6号線を上って銀座までは30分です。次に霞ヶ関から東名高速中央道方面へのルートです。霞ヶ関から3号線を下って東名高速海老名ジャンクションまでは50分、霞ヶ関から4号線を下って中央道の八王子ジャンクションまでは45分です。日本道路交通情報センターの星野でした。
ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時55分ごろお伝えいたします。この後はラジオリビングです。今日ご紹介するのは調査見積もり無料三強消毒のシロアリ駆除サービスです。柿花さん、よろしくお願いします。はい、柿花忠です。今日の日本放送ラジオリビングは、調査見積もり無料三強消毒のシロアリ駆除サービスを早期割引価格でご紹介です。この時期から5月初めにかけて、シロアリは餌になる家を探して移動します。あなたの家にシロアリがやってきてるかもしれないんです。シロアリ対策のポイントは、健康管理と同じで早期発見、早期治療、そして予防対策です。初めての方はもちろん、シロアリ対策は前にやったという方も5年で効果が薄くなると言われてますから、定期的にプロの目でじっくり調査をしてもらうことが大切です。ラジオリビングでは、創業97年の老舗三協消毒と共同企画し、経験豊富なスタッフが入念に点検をして、お見積もりと的確な対策のご提案まで無料でします。お値段の目安ですが、例えば1階床面積が20坪のお宅の場合、通常24万2千円かかるところ、三協消毒に直接頼むよりもお得なラジオリビングの特別価格、税込み20万2400円です。その上、今回は早期割引でお見積もりからさらに1万円引き、税込み19万2400円になります。資料のご請求は 0120-1242-86 までどうぞ。はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。今週15日から17日まで、パエリアタパス祭りが日比谷公園で開催されます。会場内の発見福島ブースでは、福島県産の魚介を使ったイカスミパエリアやメヒカリアヒージョを販売します。入場料は無料。みんなで日比谷公園へ行きましょう。4月11日月曜日、松本明子の天気予報です。東京地方、今日のお天気は晴れ時々曇り、日中は初夏の陽気です。洗濯物はかどりますね。花粉は非常に多く飛びます。ご注意ください。この後タブレット中さん、さあ小柳徹、桑原智美さんと来ました、はい、さあ1位、それでは、はい、春にお聞かせしたい昭和歌謡第1位は、はい、月の家遠京都七福神の七福神小唄という優勝運動の有名なんだ。あ、はい、なあ、これ末広で七人でやったの七福神な、お笑い七福神末広演芸会、うん、これなんか大喜利をこの番組でもやっていたということで、うんうん、先生結構ご存知の落語家さん多いかなと思って。全員知ってるぞ。白鵬って知ってるわ全員。あの古仙さんという方は、あのなんか調べて、ケメコ、そう、うん、ケメコの歌っていう、あの、うん、ケメコの元祖だよ。海の親というか、こう営業さんが節子、節子ってさ、もう元祖は三平さんが吉子さん、吉子さん、吉子さん、節子だろ。それでケメコだ。ケメコ。なんで聞いてねえよ。生き字引だから、うん。そういうことだった。営業さんな。で営業さんでこれビバリーが始まる前の日まで、ここで営業さんが喋ってたんだ。営業さんから俺バトンタッチだ。そうだよ、ビバリー。結構聞いてたので、あの、うん、ハッピーカムカム。ハッピーカムカム。言っちゃった。ここ2時のとこ言っちゃった。言っちゃった。そうだよ。もう商店街とか歩いてるとこう必ず流れていたなというのが、ラジオの大スターだよ今にさんと、こう流れがあってというのが、うん、はい、
もうちょっと最近でこれが3位に1位というわけですね、はい、なんか一曲歌いたいと今言い出してさ、はい、どういうことですか一曲歌いたいというのは先生にちょっと、うん、まあ、くだらない替え歌なんですけれども、はあ、歌ってますよ、うん、今日先生倒れられたうるさいな記念日嬉しそうに言うねなんであのままいかないんだみたいな倒れられた別れても好きな人の2番をちょっと変えてやってみたい歌作ってみよう、はい、歩きたいのよ高田はリハビリ兼ねてる松村負担かけない程度の近所お散歩ねやっぱり離れられない同じ病抱えて走ると息切れしちゃうダメよ弱いから倒れても歩く人先生もご一緒に倒れても歩く人歩く人ありがとうそれか一生懸命作ってきましたって大して作ってねえじゃないかお前何が一生懸命作ってきました元気になられてよありがとうございます本当にそのお気持ちだけで十二分でございますよありがとうございますそれではいメールもたくさんいただいております、はい、タブレットさん中古レコードどうなところではい購入されてますかとか、はい、YouTube も見てますよとか、シナモンさんです初めてモノマネ聞きましたすごいですね、うん、自分の才能に気がついたのいつですか今何新作は何モノマネ新作ありますか新作モノマネの新作加藤泰造さんもさっきまでさっき出ましたよ加藤泰造さんは浜村淳さん新作浜村淳ですいないだろういつの人商売40年代ありがとう浜村淳でございます、この番組もですね、私80をも過ぎましてですね、これもずっとやっていきたいと思っております。まだやんの？はい。一緒に木田太郎さんも来てますね。北太郎でございます。これは何話のモーツァルトか。90になろうとしてる人もいますがね。これはすいません。探偵ナイトスクープ。探偵ナイトスクープ言わなきゃな。何でもできるから。最高ですね。さあそういうわけで、そんなタブレット悪気があってじゃないんですが、曲が出ます。はい、新曲でございます。5月11日。はい。5月11日新曲サルスベリが発売でございます。日本皆さん聞いてくれないと。そうしたらもうラジオも続きますし、続きますので頑張ってやります。そして5月13日ですタブレット淳さんリサイタル2022、はい、すごいなデビューの20周年記念公演でございます中野ゼロホールショーホールにて、18時30分から開演でございますが追加すればいいしねもったいないじゃん追加公演マネージャーちょっと追加本当はやりたいところ本当急遽本当だよ急遽うん、じゃあ13日これどうなのかなおかげさまで当日券はい、うん、当日券有無は公式サイト公式ブログでお知らせいたしますこちらの方で確認よろしくお願いしたいと思います、ねはい、というわけでございますじゃあその、リサイタルとサルスベリ、はい、新曲はいよろしくお願いしますかじゃあもう一回じゃあラジオを切りますメッセージはい、はい、本当にこうラジオ大好きなのでもっとこのビバリーもずっと聞いてたラジオに出れるというのは本当に幸せに思っております、うんはい、先生もぜひ今度300回記念に番組中に言っちゃうとその頃にはもうロシア帰ってるロシア帰ってるロシア怖いからさ命がけないですよぜひ先生また200回に来ていただいたというそうだよねあ、秋子さんのぜひ80年代特集の時はありがとうございます。ぜひぜひ。80年代コンサートすごい楽しくて、横ですごい身振り手振りやってる方が客席で、大騒ぎ。風圧がすごくてちょっとあの風圧で風邪ひきそうになりました。すいません。ありがとうございます。何だよそれ風邪ひきそうって。というわけでそういうタブレット順よろしくお願いしますと。はい、じゃあさっきのこの曲の B 面があるの？はい、B 面通過カップリングというか、うん、はい、行きましょう。それでお別れしましょう。本当先生の有楽町でまた会いましょう。こう今リクエストしてたんですけど、急遽変えてしまう。お前がやっぱり B 面の方がいいよ。ありがとうございます。では曲紹介。カップリングということで、トライトジュンで七色の
ブルースというのを、はい、聞いていただきたいと思います。これを聞きながら今日のゲストはタブレット嬢さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。冷たいガラスはあなたの心、雨が打つ指で追う、愛する気持ちが憎さに変わる、紫は墨で色、叶わなくてもいいのです、私の身勝手好き勝手、花は七色、恋も七色、染めてくださいこの私虹の七色に。高田文夫と松本明子のラジオビバリーヒルズ。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は今すぐお電話を0120-400-800-400-800。テリー東です。唐揚げの天才ではこの度のり弁を始めました。お値段はなんと税込み322円。天才カレー、チキン南蛮、アジフライと新メニューも続々登場。唐揚げの天才はお弁当の天才にパワーアップしましたよ。テリー東です。唐揚げの天才ではこの度のり弁を始めました。お値段はなんと税込み322円。天才カレー、チキン南蛮、アジフライと新メニューも続々登場。唐揚げの天才はお弁当の天才にパワーアップしましたよ。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない、利用が少額だと過払い金は出ない、それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる、それも誤解です。家族や職場に知られる、必ず信用情報に影響する、全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。イエローハットからのお知らせです。イエローハットでは4月15日までヒヤリハット撲滅ストップ横断歩道キャンペーンを実施しています。ストップ横断歩道キャンペーンとは、信号機のない横断歩道に歩行者がいる際、一時停止することをドライバーが心がけると同時に、周囲の方々に対しても交通安全を広めようというキャンペーンです。そこでイエローハットではストップ横断歩道ステッカーを制作いたしました。本キャンペーンにご賛同いただき、イエローハット各店舗で実施しているタイヤ周りの無料点検を受けた方に先着でこのステッカーをプレゼントしています。さらに店頭で税込み2000円以上のお買い物時に SD カードをご提示いただいた方には、ハットニャンプラカップまたはボックスティッシュをプレゼントいたします。詳しくはイエローハットキャンペーン特設サイトをご覧ください。イエローハットからのお知らせでした。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。
ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。お便りいきなり大笑い。はい、今日はガッツポーズの日ということでね、ポーズね。ポーズでございます、はい。たくさんいただきました。ありがとうございます。ラジオネームシナモンさんです。子供の頃のモノクロ写真はほとんどシェーのポーズです。そうだよ。全員シェーだよね、子供たち。私もシェー多いです。みんなやってる。だからゴジラもやってるからね。長嶋さんも写真残ってるからね。ビートルズもやってるしね。みんなシェーやってない人いないよ。全員俺も残ってる。全員シェーやってましたよね。大流行りでございました。うん、こちらは、ラジオネームローソさんです。佐々木ローソさんです。ポーズといえば宮尾進さんの手のひらを顎の下に持ってくる。はい。はい。私ですね、宮尾進。はい。俺マンツーマンで作ったんだ俺。先生そうだよ。マンツーマンで。あれって本当にサラリーマンだったからさ、全然演芸できないんだよ。だから俺教えて口移して、はい、私、わって俺やってさ、目の前でやってずやるの作ったの一緒に。そうだよ。宮尾進。はい、私行ってまいりました。はい。そうやってましたね、はい、流行ってました。そしてラジオネームムチクさんです。私とポーズユートピアさんのよろしく ねと落ちの後なゴムパッチンのコント、ね、次へ印象的でございましたということでございます、はい、それじゃあガッツだぜということでね、はい、ウルフルズいきますか。はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。メンタルトレーニング指導士の田中うるべみやこさんを講師に迎え、5月12日木曜日午後2時30分から特別講演会を東京八重洲で開催します。テーマは心を整えるストレスとの上手な付き合い方。こちらへ抽選で100名様をご招待。司会は私上柳が務めます。ご応募ははがきに住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望人数をお書きの上、郵便番号 100-8439 日本放送知識教養セミナー係まで。日本放送ホームページからもご応募できます。キャッシングカードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは過払い金の無料確認ダイヤルであなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は0120。Gale he obi hi hi ramala.
そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10 10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。枚方市のボンバルディアさん、他5名様、合計10名様にお届けいたします。はい、おめでとうございます。ハクツルマルでございます。そして、はい、今週のビバリーは明日が、はい、あ、そうか、クスがお休みで高田文夫先生、はいはい、松村邦弘君、そして新リグラーの森さん中、黒沢さんと3人でお届けします。明日、はい、はい、そしてゲストはですね、ファイヤーヒップスでおなじみの女優佳代子さんが来ます。面白いんで舞台ね、はい、そして水曜日は翔太さんと乾きみこさん、ゲストは川中美幸さんでございます、はい、そして木曜日は清水みっちゃんとナイツ音楽道場破りは親バカリクエスト、親バカ、はい、金曜日は高田文夫先生、松村邦弘君、石山さやかちゃん、そしてゲストが石川さゆりさん、いいですね、登場でございます。そしてその来週が、はい、ビバリミショー2022、ドランクドラゴンさん、ヒロミさん、クリーピーナッツさん、いいね、安倍サダヲさんがやってまいります。ああ、いいね、豪華。はい、そして高田文夫先生ブログの思い出コロコロ、まあ、やってますんでね、書いてますから、ぜひチェックしてください。そしてスタジオの方にあちらにいますから、はい、読んでみましょう。はい、はい、隣のナイツさん、ノラちゃん、どうもよろしくお願いします。なあ、始まりました、ボーデカナイト。ボーデカナイト。ついにボーデカ2が現れたよ、ボーデカ2。やめてくださいよ、ボーデカ2。ワンが大きすぎるんだよ、ワンが。先生、俺あんなもんじゃないですよ。先生、舐めないでください、俺の棒を。舐め棒。お前の棒もっとでかいの？俺の棒もっと細く、あの太くて長いですよ、もう。何の棒自慢？よくわかんない。棒自慢やめてください。しかし、ローキーすごいな。佐々木ローキーすごいですね。どうだ、花輪と土屋から見てどうだ、ローキーは。いやまあ、ロッテだからな、またロッテですよ、ですよ、本当にね、ロッテのコーナーやってましたからね、この番組一応ロッテコーナーやってたの、一瞬だけやってたの思い出しまして、一瞬っていうのはあれですけど、一瞬だけやってたの、はい、スタッフ誰も覚えてなかったそれのおかげですね急にやりだすんじゃない、またノラちゃん大丈夫ね、はい、はい、大丈夫です。ビバリバじゃあまた、はい、お願いします、お願いいたします。明日じゃあ私とアズマアルサックスが休みです、はい間違えベリーベ